皆さんこんにちは、かよです。今回は NARS の、アフターグローのね新作が登場したということで、新作リップやチーク、そしてアイシャドウをメインに GRWM してみましたということで、どうぞ。はい、じゃあ今日は NARS の春の新作を使って GRWM やっていきたいと思います。今日これからねちょっとランチに行って、あの友達にねジャグアタトゥーっていう消えるタトゥーなんですけど、めっちゃおしゃれなタトゥーをやられてる子がいるので、その子にちょっとねやってもらおうかなと思っております。ということで準備していきます。ベースはこちらスムース&プロテクトプライマーを使っていきます。今日はそんなにツヤツヤ仕上げにしない、その予定のジャグアタトゥーを入れてもらった後もちょっと外で予定があって買い物に付き合うので、友達のまた別の子なんですけど、はい。したらファンデーションはちょっと久しぶりにこのリキッド、なんかさタトゥーはさやっぱ未だにちょっとさ温泉入れるところも増えてきたのかもしれないけど、まだねっていうところもあったりすると思うんですけど、まあ自分がねいいなら全然私はタトゥーもおしゃれだと思うし賛成派なんですけど、まあ賛成も何もないよね、自分の好きでいいと思うんですけど、でもちょっと私はサウナとかも好きだし、でもおしゃれも好きだからタトゥーとかも興味はもちろんあるわけで、そう、そんな中でなんかさあのジャガータトゥーじゃなくてもう一個なんか消えるタトゥーあるじゃないですか、なんだっけな、なんか消えるタトゥー系って昔からあったと思うんですけど、なんか普通のその定番の彫るタトゥーよりもちょっとなんか偽物っぽい感じに見えちゃったりとかするのかなって思ってたんですけど、その私の友達がインスタにすごいね素敵な作品をいっぱい載せてるんですけど、そういうの見るとなんていうの、偽物感というか、まあ別にジャグアタトゥーが偽物で彫るタトゥーが本物ってわけでもないと思うんですけど、そう、でもなんか消えるタトゥー感が全然なくて、普通にすごく可愛くてアーティスティックな感じでね、ちょっとデザイン性もおしゃれで、いいなと思ってずっと気になってたんですけど、なんかさ去年の夏かな、あのシーンで買った春タトゥーを使ってちょっとなんかモードなメイク提案をしたことがあって、まあ、ファッションとタトゥーとちょっとメイクでちょっとなんかこういつもよりも雰囲気を変えた提案をした動画が結構私も楽しかったし、アディクションの新作を使った動画だと思うんですけど、私も楽しかったし結構視聴者さんの反応も良くてみんなも喜んでくれたので、そう、それがすごいね自分の中でも楽しかったなって残ってて、そうだからちょっと今回久しぶりにそういうモード系のメイクをする上でちょっとジャグアタトゥーをやってもらいます。こちら NARS のラディアンスクリーミーコンシーラー使ってきます。今回のメインはあの春コスメなので、そこに到達するまでは比較的サラサラっとやっちゃいます。なんか私2本持ってて、こっちが明るい方ですね、1242番とこのちょっと暗めの方が1247番、ちょっとこう分かる若干ね、こんな感じで明るいところから伸ばします。楽しみ。なんかもともとアパレルの学校だったんで、結構周りにねタトゥーを入れてる、ファッションタトゥーを入れてる友達もやっぱ学生の頃から多かったので、ずっと気にはなってたんですけど、やっぱね私の親とかも結構考えは昔ながらのというか、タトゥーはちょっと心配みたいな感じの考えだったりもするので、私もなんか一生彫りたい、一生ずっとこのなんだろう、こうマークと一緒に共に生きていきたいっていうほど入れたいそのものがなくて、
まあ、あったらね、ある人とかは入れたくなる気持ちめっちゃわかるんですけど、ないからさ、別にずっとこのマークと共に生きたいみたいなのが見つからないから、別に入れたいなっていうほどではなかったんですけど、ずっと。そう、でも最近本当さ、シールのタトゥーとかもめっちゃ可愛いのいっぱいあるから、全然それでも補えるし、何の問題もなくて。だがしかし、今回初めてのタトゥーです。ドキドキ。そのまたタトゥーを使ってというか、ちょっとタトゥーが見える感じの洋服とか着て、なんかメイク提案したいなって、ちょっとかっこいいモードなメイク提案したいなって思って、というかなんか結構最近可愛い系、ちょっとこう笑顔で写真撮るみたいな感じの写真とかも結構撮ってたんですけど、瞑想してたわけじゃないけど、なんかかっこいい系のメイクをあんまりしてなかった記憶があって、あんましてなくて前よりは。でもね、昨日友達に誘ってもらってトリーバーチのイベントに出席させてもらったんですけど、それで写真撮ってくれてさ、ちょっとたまたまその時っていうか昨日、ともきくんっていうメイクアップアーティストさんの、普段沖縄にいるんですけど東京に遊びに来てて、少年ちゃんとともきくんと3人でメイク動画を撮って、ともきくんにねちょっとモードなメイクをしてもらってたの、ちょうど。でその流れでまた友達に呼んでもらって、解散した後に、そう、2人とね解散した後に呼んでもらって、トリバーチにたまたま行くことになったんだけど、カメラマンさんに撮ってもらえたわけですよ。でも撮ってもらった写真を見て、なんか、あ、これだじゃないけど、なんかやっぱ今までちょっと、まあどっちの自分も嫌いじゃないんですけど、ちょっと可愛らしい系に、なんか特に脂肪吸引した後、なんか顔がシュッとしてさ、今までこうかっこつけた顔でもなんかちょっとふにゅってしてたから私の中ではかっこつけた顔でちょっとふにゅっとしててちょうどいい感じに思ってたんですけど、シュッとしたから、シュッとした顔でキリッとすると自分に対しての、その自分のキャラとのギャップ喋ったらこんなんなのに、なんかちょっときつく見えすぎてるかなみたいな感じに思って、あの脂肪吸引はめちゃくちゃやってよかったなって思ってるんですけど、なんかその写真撮るときにこう、今まではこうキリッとした顔が多かったけど、脂肪吸引した後は割とこうニコってすることが増えて、そうだけど、そう、久しぶりにトリバーチでちょっとかっこいい感じでキリッとしたメイクでキリッとした顔でカメラマンさんに写真撮ってもらったら、めっちゃしっくりくるやんってなって、こっちだわみたいな。まあそのなんでしょうね、ああいう系ちょっとモード系というか、まあモードな顔ってほどでもないんですけど、の方がなんかやっぱ自分もしっくりくるし、なんか自分の顔にも合ってるかもって思って、ちょっとかっこいい系のメイクとか少なくなってたと思うんですけど、かっこつけたりする動画以前は結構キリッとしてた動画いっぱい撮ってたけど、最近さ、こうサムネとかもニコみたいな全然やっぱかっこつけてるのとかわいい系の自分が違いすぎて別人みたいで、どっちもねあっていいと思うんですけど、まあ、比率的にかっこいい寄りで頑張っていきたいなっていう気持ちに昨日ねなりました。ちょっと眉毛ナーズがなかったので、ファーシーズ、そうだからちょっとキリッと今回も、まあでもこのナーズのシリーズはね、めっちゃアイシャドウが可愛いんですけど、アフターグローのシリーズで毎年春にね発売されるシリーズなんですけど、ちょっとピンクっぽい女の子らしい感じでもあるので、適度にクール感。わー、足がしびれた。パウダーナーズ、いつものやつです。軽くね。今日なんか朝方雪降ってたみたいで、天気が悪かったみたいだけど、なんかでも光がすごい入ってきてるから、これから晴れるのかな。今日はモースーンカフェに
ランチしに行きます。もうすぐ皆さん知ってますか？すごい美味しいタイ料理屋さんみたいで、なんか表参道とかいろんなとこにあるんですけど、やっぱ女の子ってタイ料理好きな人多いですよね。よし、そしたら早速春の新作紹介していきたいと思います。まずですね、こちらじゃん、このめっちゃベスコス受賞していた NARS のアフターグローリキッドブラッシュから新色が3色追加されます。私が今手元にあるのが03972番です。こちらはロージーブロンズということで、赤み強めなくすみレッドカラーですね。ちょっとなんかツヤ感も分かりますかね、すごいツヤンとしててお肌が綺麗に見えそうな感じ。どこにのせようかな、ちょっと昼横に。これはね、スキンケア成分とかもしっかり含まれてるので、お肌にも優しいチークですね。ナーズって結構さ、アイシャドウもあとあの粉のパウダーブラッシュ、パウダーってついてないか、ブラッシュっていうさシリーズのお粉タイプのチーク定番であると思うんですけど、それとかも結構発色がいいので、つけるときにね、ちょっとパウダーでちゃんとしっかりセットしてからじゃないとつきすぎちゃうこととかもあるかなと思うんですけど、これはね、まあ、直接ちょんちょんってつけたら結構濃いかもだけど、一回手に出してからこういう感じでのせてあげるとすっごい自然にのります。ちょっと三井住友カードが届きましたちょうどねカードが今月で切れてて、韓国旅行に来月、あの誕生日だし韓国旅行行こうかなと思ってチケット取ろうと思ったらカードが切れてて、あれ？って思っててどうしたらいいんだろうと思ってたら、今日やっと届きました、郵送で。よかった。はい、っていうの置いといて、可愛くないですか？こんな感じ。結構さ、私今手にのせた時に色が濃くてびっくりしたんですけど、お肌にのせると何この可愛い血色感、肌色が暗くなりすぎることもなくというか、ね、結構ちょっとくすんでるレッドだったからどうかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。これすっごくおすすめ。他にもね、2色追加されて全部で3色新しい色が出るみたいなんですけど、あとはウォームチェスナットブラウンっていうブラウンカラーと、ウォーターメロンピンクっていうちょっとね、あの明るめのピンク、これもね人気高そうですよね。なんかちょっとオーガズムチークっぽい色味な気がします。はい、ということでチークでした。なんかこの洋服でこう七三分けにしてるとなんかちょっと面白いね、眉毛も濃いし。ではでは、はい、こちらじゃーん、こちらが NARS アフターグローイリジスタブルアイシャドウパレット。こちらがね、12色入りの定番のね、ちょっと横長の形のアイシャドウパレットになってるんですが、めちゃくちゃ可愛いです。すごい使いやすい色味ばっかりで、なんかイエベにもブルベにも寄ってないパレットな気がする。装置してみるとこんな感じです。はい、ではまず早速この淡めな一番明るいカラーから、こちらから使っていきます。シマーな色ですね。私は下に明るい色仕込むことが多いんだけど、いつも定番っぽいグラデーションになっちゃうから、ちょっと変えて行きたさはあるよ。涙袋にも良い色、いい感じの卵色です。はい、じゃあこちらのカラーを結構しっかりめにのせてきます。ちょっといつも縦のグラデーションが多いんですけど、昨日横のグラデが可愛かったから自分でもやってみよう。ちょっと横にくるくるくるっと入れて内側に。結構初めは濃くてもアイシャドウはね、後々どうにかなる。こんな感じで大丈夫だよ、安心して。したら次ここ。ちょっともうちょっとブラウン系かなと思います。おお、結構濃い。ちょっと二重幅に重ねていこう。こんな感じでしたら、ここのカラー使ってきます。めっちゃ可愛い。絶対これをふわっと内側から外側に。可愛い、可
かわいいです、めちゃくちゃ。どうしよっかな、ここのピンク、オーガズムピンク、このピンクを使います。このピンクも結構発色いい、ね、わあ、ナースのアイシャドウ使ったけどやっぱ久しぶりに使うとかわいい。粉もしっとりしてます。はい、こんな感じで濃いんですけど、これで一旦ナースのブラシでぼかします。ぼかせば全然平気。赤と締め色2つ混ぜてアイラインっぽく際に入れて、で目の下にはこの赤だけ、あ、やっぱ目の下はここ2色目かなに入れた色、この色も発色がいいので目の下の締め色として入れます。はい、こんな感じできました。こんな感じです。よくないですか、こんな感じで。マスカラはナーズ使うんですけど、下にこのマスカラ下地も仕込みます。そっちの方がよりキープ力が上がる気がする。ナーズのねマスカラちょっと重ためなのでカールキープが難しいイメージですね。それにメイベリンを下に仕込むことでまつげも綺麗になんか整います。はい、こんな感じで。そういえば質問コーナーというか Q&A の動画を出したんですけどそこのサムネになんか結婚の予定はありますかみたいな質問をちょっと釣りでなんだこの質問と思って面白いなと思って載せたんですけど、ありませんね。次恋愛する機会があってもまあどうだろう、彼氏ができましたぐらいは言いたいけどそんなに言わないかな。どうしたらいいと思いますかまあ今のところいないし結婚の予定もないので、結婚の予定があるぐらいな長い人っていうか付き合いが あったらさすがに言うし、まだ前回の人と別れて3ヶ月ぐらいしか経ってないので、新しい彼ができるのは100歩譲ってわかるけど急な結婚はないですちょっともう時間がヤバめなんですけど、ゆっくりでいいよって言ってくれたのでリップも最後3本紹介していきます。はい、はい、リップも今回なんとこのめっちゃ質感大好きなんですけど、アフターグローセンシュアルシャインリップスティックからなんと6本も新色が追加されました。6本って結構ですよね。で今回3本手元にあるのでちょっと全部装置していきたいと思います。まず3本装置した感じがこんな感じです。結構ねいろんな色が発売されてますよね。この手元にある以外にも本当プラム系からレッド系からブラウン系まで幅広く新しいカラーが登場しているので、ピンク好きな人も赤好きな人も、プラム系好きな人もブラウン系好きな人もみんななんかいい感じの新色に出会えるんじゃないかなと思います。201からの色、201番、201番はちょっとベージュっぽい色ですね。はい、201番こんな感じです。結構ね柔らかめなシアーめな発色なので、内側の唇の色がねちょっとこの色はベージュだから少し透けてる感じがあるかなと思います。内側ちょっとピンクだからピンクめに発色してるかもしれないんですけど、人によってかなって感じ。うん、でもなんかいい、やっぱこの質感めっちゃ好き。ツヤンとしてくれてて血色感も自然に出てますね。はい、こちらがまず201番です。次218番、218番はこちら、218番はバーニッシュドコーラルっていう色で、セミセルフ店が取り扱いがないそう。
一部店舗で買えます。こんな感じ。ちょっとグラデーションっぽく塗った方がこれはいいかな、発色がいいから。今っぽく塗るにはこうやって外側ぼかして塗ると可愛い。うん、これもイエベ春大歓喜って感じ。すごい可愛い色です。はい、最後が277番。これがね、うちらが大好きなチェスナッ、レッドチェスナットチェスナットっていうちょっとブラウンっぽい色。この中で一番深みがある色ですね。ちょっと内側多めに塗って外側にうまうましました。かわいい。ちょっと今日これにしよう。はい、こんな感じの3色です。他にもあと3色あって、全部で6色もね発売されるので、すっごいかわいいからぜひチェックしてみてください。今日はこれでちょっともうちょっとだけマスカラ追加しようかな。時間ないって言うてんのにやりたくなっちゃうよね。おい、こんな感じです。ちょっとこの一番明るい色で、こんな感じでどうかしら。ちょっと髪の毛整えて戻ってきたいと思います。バイバーイ。はい、戻ってきました。これで今日のメイクが完成です。イエーイ。今回は、NARS のアフターグロウシリーズの新作をレビューしながら GRWM を撮ってみました。まあ、ちょっと濃いめ、最近ちょっと柔らかいメイクが多かったから、ちょっとキリッとね、かっこいい系に行きたいなということで、まあ、ピンクメイクかなと思うんですけど、ちょっと濃いめに久しぶりにカラーものを入れてみました。どうでしょうか。いいよね。やっぱりね、NARS のアフターグロウは本当に使いやすいので、あの NARS 初心者さんとかにもおすすめしやすいアイテムかなと思います。絶対ね、ピンク系嫌いな人いないし、使いやすいブラウン系とかも入ってるので、まあ、ギフトとかにもおすすめだし、自分のご褒美にもぴったりかなと思います。他にもチークとかリップとか結構新色がね、たくさん追加されているので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメント、ぜひぜひお待ちしております。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメント、ぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムや TikTok や、Twitter、Red などいろいろやってるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。